香りがですね、感動するとか安心するとか、そういったところにつながっていく非常に大切な感覚器官だと思っているんですね。匂いって実はすごく特別な感覚だと思うんだ。I use smell every day. Whenever I'm homesick, I'll light a candle and I'm instantly transported to the forest in Portland. 私たちの記憶や感情に深くつながっていて、匂いによって感じる世界って変わるよね。I think being able to design scents could be a whole new way to experience stories.嗅覚関連の研究をされている先生方から話を伺いまして、匂いを素早く提示して素早く切り替えるっていうことがニーズとしてあるっていうことが分かりました。今回私たちが開発したノス DX 線っていうのは、匂いを提示してそれを感じたか感じれなかったかとか、何の匂いだったかっていうのを表現できるようになっております。テンソルバルブテクノロジーを説明すると、どんな強い匂いでも手軽に必要な時には出して、必要ない時には出さずにリークなく閉じ込める技術になります。ノス DX 線には匂いの元が40個入ってて、素早くその40個が提示されて次の香りを提示するっていう形、匂いが混ざらないようにするっていうようなテクノロジーになります。我々のこのノス DX が期待されているところは、これ一番はですね、病院になります。特定の脳神経系の疾患が起こる10年から15年ぐらい前に嗅力が低下するっていうことが知られておりまして、そちらの早期発見に使えるようなことが望ましいかなと思っています。今までは匂いを開け閉めするのってかなり時間がかかってしまったんですね。だけどノス DX はそれが5分10分でできてしまうので、健康診断の中で手軽にできるんじゃないかというところが一番期待されています。人間の感動を生み出している中心にアプローチできるこの嗅覚をやるっていうことは、感動を作り出す、そういう上では非常にリーズナブルな話だと思っています。なのでソニーが嗅覚っていうのをこれからしっかりやっていくことにつながっているというふうに考えています。テンソルバルブテクノロジーのさらなるポテンシャルなんですけれども、ヘルスケアとか医療に向けたものだけではなくて、例えば VR と組み合わせて映像と香りを同時に出すといったことや、イベント会場でそれぞれ狭い空間でも別の香りがしているような演出っていうことができるかなと思っています。そういったエンターテインメントの表現の方法が広がると思っています。テクノロジーによって新しい世界が広がっていくね。Yeah, and smell can unlock secret parts of our brain. どんな可能性があるか楽しみだね。アニカはいいアイディアある？ For sure, I've got a few.